おいすー、イモナレフです。今回もジョジョラストサバイバーやっていくよ。今回の動画はペア戦のブチャラティ、相方はハイディオ様だよ。絶対に成し遂げる。ブチャラティは今シーズンの調整でダウン中にアルティメットを使用した際の移動速度がアップ。以前の使用では移動速度がかなり遅く、あまり遠くまでは逃げられなかったが、今回の調整で通常使用よりちょっと遅い程度の速度まで上昇し、遠くまで逃げられるようになった。ダウン中に長距離移動ができるようになったことで利便性が向上。敵の近くでダウンしてしまった場合、他のキャラならば通常かなり復活は難しいが、相方との距離があれば姿を隠しつつ蘇生をしてもらいやすい位置に素早く移動できる。覚悟しろ。やり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 。アリーベゼルチ。まずはノーマルディオ様をダウン。すでに結構シールドを蓄えていたようだが、やはりリーチの優位性はでかい。相方に状況を知らせつつディオ様のペアに警戒しよう。もう一人はホルホースか。距離を取りすぎなければ蘇生はまずできないだろうが、ホルホースを叩きに行くにはちと厄介な地形だ。ここは最悪逃げられてもいいので蘇生をさせないことを最優先。相方が合流するまでの時間を稼ぎつつ、ホルホースにディオ様のチップを取られないようにしよう。もうお前にはどうすることもできない。ディオ様が落ちたな。再起不能になってもらう。もうわかった。ブラボー。よし、相方が来てくれてホルホースも撃破できた。これで最初に倒したダービーの資格のチップも回収すれば、私もレベルマックスだ。これで早くも後半戦の準備が整ったな。ブチャラティの前回のシーズン戦績は24キャラ中ソロ戦14位、ペア戦10位。使用率はその前とほとんど変わっていないが、勝率は下がってしまっている。前回実装されたコロッセオは近距離パワー型や縦への機動力が高いキャラの適性が高いマップであるが、ブチャラティのような射程が売りのキャラは遮蔽物が多いせいで適性を発揮しづらい。それでも中間付近を維持しているのはすごいことだが、川尻前世だったその前のシーズンよりもハードだったらしい。まずいぞ。アイテムを集めようとしたらもう残りのペアがいる。まだこっちは回復アイテム集めが済んでいない。こいつはまずいぞ。命はもらった。まだいける。しまった、上の階への移動が間に合わなかった。しかし今のブチャラティにはこれがある。緊急事態だ。このディオが手を貸してやろう。感謝する。距離があるので復活できるだけの時間はあるはずだ。絶対に逃がさない。ザワールド。何、止まれ。時計よ。ロードローラーだ。さすがだ。こいつを倒せばいいんだな。すでに呼んでいたぜ。一気にとどめを刺してくれ。勝ったか。危ないところだったが、相方のナイスロードローラーで一気に形勢逆転だ。今のロードローラーは落下速度強化のおかげでディアボロでもとっさの状況ではまず回避できない。残りはまさかのここまで取り逃されていたダービーの資格。たいない。途中ダウンしてしまったが、アルティメットで切り抜け、相方のロードローラーから一気に勝利。普通のキャラなら絶望的な場面だったが、そこから離脱できるのは強化後のブチャラティならでは。最後にぶつかる前にそれぞれ別のペアを倒していたので、えらくスピーディーな決着となった。素早い状況判断で流れやとどめを決めてくれた相方に感謝。それでは次の対戦行ってみよう。どんな敵が来ようと関係ない。今度の相方はポルナレフだよ。今シーズンは部下のアバッキオが実装され、とうとうチームブチャラティが揃い踏みとなった。アバッキオに対してブチャラティはエリアの広さがある状況ならば、リーチの差で有利が取れて、アルティメットを使われてもダイブで拒否ができる。ただひとたびレコーディングをされると、オートエイムのラッシュによってワンチャンスで持っていかれてしまう危険がある。アバッキオのリーチはブチャラティほどではないにしろ長めであるため、地形や障害物次第では他の近距離したいキャラよりも前に持ち込まれやすい。そのため相手にレコーディングされた際は特に慎重に前を取るか、もしくは攻撃を中断しなくてはならない。後半までに攻めきれずアバッキオが残った場合、エリアの広さが十分にないとリーチの差を生かせずパワー負けしてしまう。またアバッキオに対して相性のいいガード持ちのキャラが残りやすい環境でもあるため、それもブチャラティにとってはきつい。さて、相方がうまく隙をついて一人ダウンを奪ってくれた。こっちの方は大丈夫そうなので、すぐにカバーに入ろう。
ダウンしているのは開幕で食わした花鳥院、ペアはジョリーンか。甘ったれてんじゃねえぞ。ガリーベデルチ距離があるので蘇生を強行したようだが、ブチャラティならばこの距離も届く。さてまだ近くにダービーの資格はいるので相方にレベルマックスになってもらおう。これで序盤からかなりのチップを確保できたな。あとはしっかりシールドを確保して後半戦に備えよう。他のペアにブチャラティや川尻、六部城太郎やキラがいるがアイテム集めが最優先だ。そして体力が確保できたらあとは温存を優先してチャンスを待とう。おっと北側から六太郎とキラが来たな。リーチでは有利な相手だがここで下手に追い詰めるとアルティメットを使われて余計な消耗につながりかねない。ここはポジション確保を優先した方が良さそうだな。さて他のペアはあそこで争っているようだな。さっき見かけた川尻ブチャラティペアにハイディオ様と光一くんのペアか。向こうで消耗戦になってくれるのは大いに結構だ。次のエリア内の建物の安全は確認できているので手早く確保して後半戦と行こう。ここを抑えてしまえば光一くんが遠隔操作をするためのポジションは確保できない。この屋根上から攻めるチャンスを待とう。ブチャラティにとって一番厄介なのはブロッキング持ちの城太郎だが、そっちの方は相方がアルティメットをぶち込んでくれればなんとかなる。と考えると攻撃を仕掛けるべきは他のペアか。お、向こうでまた戦闘が始まっているな。背後の安全は確保できているしここは周りを削りに行くチャンスか。行くぞ。あり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 ここはまず川尻ブチャラティペアに先制攻撃だ。やろう。どんな敵が来ようと関係ない。ストープラチナジロジッパー。ザワールド。このまま終わらせてもらうぜ。いいぞ。適当に攻撃して下がるつもりだったが六太郎が仕掛けてくれた。追跡するぞ。この敵との決着はここでつける。てめえ矢の関係者だ。俺に任せときな。いける。奥の手だ。なんだグラッツ。相方のナイス献身が炸裂。警戒しているが相手がアルティメットを使ってこないところを見るにもう残りの二人に決めてはない。残ったターゲットはわずかだな。勝利は目前だぜ。絶対に成し遂げる。アリーベデルチ。こんなことが。以上喋るんじゃない。止まって見えるぜ。やるな。うやー。見たか。これが俺の実力よ。決定打を失った両ペアの残りをそれぞれ撃破して勝利。後半戦は有利ポジションの確保を優先したことで残りのペア同士がぶつかって消耗し、余力がありそうなペアを先に攻撃したことでいい感じに消耗した方とぶつかってくれた。そして六太郎が時止めでバイザーダストを潰してくれたため、相方が剣心を六太郎に当ててくれた時点で9割方勝負は決する。決定的なチャンスをしっかり逃さず勝負の流れを掴んでくれた相方に感謝。それではご視聴ありがとうございました。